자, 警察ってのは？警察署の警察。あ、そうですね。キャンチャル。だ、診察の察同じじゃないですか。ですから、チンチャル。これが診察。はい。まあ、これ2つとも漢字語ですよね。だから漢字語は覚えやすいと思います。だ、例えば今言ったように、こう警察の察という漢字がチャルって言うんだったら、じゃあ診察の察も同じ漢字なので、じゃあチンチャルってこう予想できるじゃないですか。それってね、韓国語の単語をどんどん増やしていくんですよ、これ。特に漢字語が、韓国語は6割以上あるので、この漢字語が分かるとだいぶ向こうのドラマのね、あれも、会話も聞き取りができると思いますね。